になって、もう何もできなくなるのがなくこんばんて、は。ペトレックスと申します。コーチをやってます。お金はない。いくら稼いでも金が貯まってない。その悩みを持ってるあなた。今日は私があなたに億万長者とあなたの習慣の違いを語りたいと思います。これは唯一なんですけれども、だからちょっと今日はショートになります。どうしてあなたはそのもういくら稼いでも金がないと思っているんですか？そしてあなたの金のに対しての使い方と、億万長者の、お金持ちの人の金の使い方、預かり方は、その違いは何でしょうね。向こうも自分も向こうも頑張ってる。ただその頑張り方はちょっと違います。向こうは自分の給料をちゃんと大事にして、そしてコストカットというのはですね、するんですね。つまり本当に自分がその必要な金だけを使う、その以外の金は資産に投資することです。そしてもう最もの大事なことです、なんですけれども、タイミングです。タイミングなんですね。もちろん投資大国もさ、タイミングもさることながら、やっぱりもらう金のタイミングですね。もらう金って何ですかって今はあなたは思ってるかもしれませんが、億万長者とあなたの違いは、億万長者は最初は自分に金を払うことです。で、その金を自分が楽しんだりだけじゃなくて、なるべくその一部分を投資して、でその投資から給料が来る、その投資の資源から、投資し、その資源、資産からその給料が戻れる。これもキャッシュフローというんですね。金の流れですね。こう金融流れというですね。で、こういう流れなんですが、この循環ですが、やっぱりどうやってそう中断させるというか、どうやって自分に最初はそう金を払ったりするということですね。もうみんなは多分今はさまざまな会社に契約して、でこの例えば携帯電話代とかいろんな代を月に払って、もうみんなはだいたい月に払うのは1月20日だよ1日ですね。毎月の1日ですね。でも億万長者は毎月の一番最後の日ですね。それはちょっと違います。どうして一番最後の日にその金を払うかというと、それまではこの毎月を1日にもらう金を投資して、でそこからその投資が戻る。で、これを最初に自分に払うと税金はちょっと減るですね。億万長者だったらあまり税金は払うんですけれども、通常の一人よりもその税金の支払いパーセンテージはちょっと低いですね。通常の人は、一般民だったら、一般人は多分50%とか結構払いますね、税金とかですね。
億万長者だったら10パしか払わないんですね。これはちょっとみんなは多分腹が立つかもしれませんが、ただちょっとこれだけを考慮したいと思います。この億万長者は自分の資産をどこかに投資して、でその投資した資産で新しいのマーケットを作るからです。でそのマーケットはもう国の経済にすごく貢献するからですね。だからこの投資した、まあ、投資から戻る金はあまり税金を払えなくても良いということですね。億万長者だったらですね。で自分がどうやってこうできるかというと、もうみんなはこの契約上ではその書いてあるんですけれども、毎月の1日とかに払うんですね。もう場合によってなんですけれども、1日とか10日とか20日とかですね。でそこでこれは自動的になるんですが、億万長者はもう大体の会社はもうそうやるんですけれども、この前自分がもう携帯会社とかは大体そうはやらないんですが、だから自分がマニュアルでその金を支払うのはポイントです。自動的の支払いではなくて、引き出せるんでしょ、毎月その家賃とかだったりんですね。それじゃなくて自分でマニュアルでこの金を支払うことがポイントです。そうやるとその月にもらったの金は一回も投資できるからです。でもっとその中でも結構大事なのは、もしなんか自分に払いすぎたとかですね、その家賃も払わなくなるとか、これも払わなくなるとか、そういうピンチの時ですね、自分の頭脳がすごく活性化されているんで、そのピンチの時ですね、すごくその頭脳は特にその経済の天才的な頭脳ですね、みんなはその経済の天才が自分の中に持ってるんですが、でその経済の頭脳があらゆるの方法を見つかって、そのパニックでそのパニックでその方法を見つかったりする、見つかってさまざまな新しいとこから金をもらうというんですね。だからこういうピンチとかパニックのとこでは、やっぱりそのパニックをちゃんと味わって、でそこでは一回いきなり、頭脳はこうそのパニックの状態になって、もう何もできなくなるではなくて、すごく新しいの発想力が生まれるんですね。これは結構危険だと思いますが、その借金とかこうになりかねないんですが、でもそのやっぱり自分が毎月とかもう次の月とか あと各月とか次の次とかで払われるんですの程度だったら、全然その危険性をあえて犯しても良いだと思います。だから自分の金をちゃんと見て、その流れをコントロールしてください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録もお願いいたします。さらに種が入ってるなんですけれども、こういうの変ですけれども、でそこでその種を押したりすると、ノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それも
もしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下の項欄でご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって今です。